さあ、ということで今回もね、大聖巨人軍復活戦のあたりやっていきたいと思います。はい、ということで、ヤクルトとだいぶ差が開きましたね。というかもう4位が見えてきてるんだよな。まあ今日からあの後半戦スタートなんですけど、もうちょっとね、前回の試合終わった後ひどかったんだよね。本当にもうほぼ勝てなかったのよ。まあ、中日の3連戦3立て食らって、まあ、あの1試合目僕が操作した試合だったんですけど、でその後ヤクルトには1勝2敗で、広島にも1勝2敗、3立て1勝2敗1勝2敗できたんで、もう貯金もね、もうみるみるに削れてもう3まで来ましたから、もう2位の貯金とは思えないよね。まあ、だからちょっと後半戦最初勝ってね、景気づけに行きたいですね。うん、さあ投手陣見ていきますかね。ちょっと変えたんですけどね、井織さん投げてよかったっぽいね。うん、まあ、井織さんはさすがで、高橋さんで、そして上島さん、そして戸郷さん、そして平内さん、ね、そして沼田さん、うん、二藤さん、高橋さん、森さん、豊木さん、アイボリー、まあ、てか失点したっぽいけど、そして村木さん。村木さんさすがだね。まあ、悪くないな、村木さんはね。まあ、じゃあ変えるべき人いますね、一応。さあ、で打線見ていきますかね。前回の試合終わった後ね、1軍に湯浅さんとギータさんあげたんだよね。湯浅さんはノリノリだったから。で、ギータさんは、まあ、単純にあの松並での交代で。でみんな率下がってんだよな、やっぱりしょうがないとはいえ。うん、日焼け全然変わってないね。全然、で、ブアーマンはさすが。で、コステロ率また下がったな。あ、で、瀬谷さん率上げてきた、さすが。で、山瀬さんは、まあ、いつも通りだね、本当に。さあ、ということで、えなり打てなかったよな、まあ、あいつが。打ててる人いないけど、このゲームで。うん。で、坂本さんが絶不調なので、今日どうする、まあ、そのままだね、今日は。うん、このオーダーのままでいこう、せっかくね、後半戦の最初なわけだから。いやー、現実だとね、ちょうど阪神と巨人のね、クライマックスシリーズやっててね、第1戦、巨人が勝ってましたね。うん、あの、小林さん、大暴れでしたよ。三振、あのバントゲッツーっていうとんでもないこともやってたし、完璧なタイミングのウエストでセカンドランナーさしてね、あの阪神の攻撃ムードを削いだりとね、まあ、なんかもうまさに大暴れでした。まあ、さすがですね。僕の想像する小林さん像そのままをね、実行してたわ、本当。これからもね、頑張ってほしいところ。2戦目のスタメンは大城さんかな、さすがに。それとももう勝ったから小林さんのままでいくのかな、どうなんだろうね。難しいラインだよね。勝ったままの形でいくのか、それともちょっと崩すのか。ちょっと抑えビエラ怖かったわ。もうビエラ劇場がちょっとやばかった。痺れたね、本当に。うん、これぞまさにって感じ。お、でも逆風だぜ。広いと思ったけど、ここら辺は別に広くねえのか。多分風なきゃ入ったよね。そして今日先発戸郷さんなんでね、ちょっとローテ順再編しました、一応後半戦用にね。またこういうヒット出んのか。もうとか前回のトラウマまだ発症してるからね。うん、さあどうする、内角勝負で OK。 さあここで高め勝負。あ、ちょっと流れ悪いな、前回からね。前回がひどすぎたってのもあるけど戸郷さんでポンポン打たれたらきつくね。だって防御率が圧倒的なこの人、この人でポンポン打たれたらもうどうしようもない。はい、 OK。 さあ翔さんレフト守ってんの。はい、 OK。これぞ監督試合って打球だな、本当に素晴らしい。さあここでね、4、5、6ね、みんな強打者だから。いや本当一気にヤクルトに突き放されたね。1ゲーム差まで行ったんだよ。でそこでヤクルトに3立てされたりしたから、からのあの中日大会、中日に3立てとかあったから、そのせいで一気に離れちゃって。もう翔さんレフトのイメージねえな、個人的に。外野無理じゃない。さあブアマン頼んだ。また外角構えられてんのブアマン絶対外角構えられてるよね、この人。このパワー強い人たちはもうどんな采配であり外角構えていくスタイル。コンピューター賢いな。いやもう現実の巨人のごとく打ってくれなきゃ。ウィラーさんとかめっちゃ大暴れしてたよ、ね、それをぜひ見たい。斎藤原さん、さあ戸郷さんも大暴れ中ですいいじゃん、初回が何だったのって。ここも三振でしょ多分。あれ違うわ、俺が三振とか言ったから打たれたんだなきっとまあでもこのオーダーでさ、もう勝てなかったら無理だよ。だってこれがもう、ね、ベストオーダーだから。まあ、前回も実質ベストオーダーみたいなもんだったけどね。厳しいな。厳しすぎるな、この流れ。佐山さん、ヒット見たいけど。ときつい、ボテボテの打球しか出ないもんね。監督時代ってこんなつまらないコンテンツだったっけ。あ、そうだったわ、うん、そうだったわ、うん、間違いない。外野に飛ばねー。そして戸郷さん、勝ち投手の欄に出てこないっていう。今日勝てば乗るかな、今7勝1敗だから頑張ってほしい。
まだ最多勝は狙えるよ、頑張れば頑張れば。2年連続投手4冠へ、はい、素晴らしい。もう戸郷さんレベルが違うよね。なんか言いたいよね、レベルが違えんだよっつってる人あれいなかったっけ。てか後ろのファンのもうさ目がもう本気なのよね、マジなんだよね、本気と書いてマジって感じ、うん、さあブアマン、さすが打点はもう大山さんかね、もう阪神強えな。しかしこの試合の勝ちはいただくぜ。さあキャプ頼んだ、センター返し、さあ外野に飛ばした、外野飛ばしたの2人いたわさっき、今思うと。さあここで若井くんがね流し打ち、おいいじゃん、采配コース的に、ああダメか、采配外したけどコース的には当たってたっていうあれだったんだけど、で次外角構えられるか、また、うわこれ一発勝負使ってくる矢野監督、さすが。次の回岡本ブアマンでね、そして岡本ブアマンで両方の外角構えられそうな気がする。さあ東郷さん頼んだ、もうここ負け、もうね打たれたら負けです、この監督試合は。はい、もう点取られたら負けです、1点、もう0-1か1-0しかないこれは。さあ翔さん頼んだ、ダメかー、ゲッツ打ってくれると思ったのに、そしてこれ風かー、風なかったら多分取ってたよな、流れが悪すぎる。はい、オッケー、打席逆構えたけど、まあいいでしょう。はい、オッケー、ここに、ね、2者は完全に采配のおかげ、あのキャッチャーの構えたコースのおかげで助かった、これは助からなかったな。よし、もうこの回全部再配外したんだね、すげえフルコースじゃん。さあ岡本さんでブアマンで一発勝負使いたいな。おインコース投げてくれた、しかし打てなかった。で俺もかけるわ、ブアマンは絶対外角構えられる絶対ブアマンは外角投げられるよ、見ててみ、ほら何がすごいって、外角勝負じゃないのよ、ブアマンの外角構えられてる時の8割9割はすげえよな、外角勝負をしてないのに外角構えられるっていう、サインコース来たぞ。あのさ、岡本さんと小室さんはさ、あのブアマンさんの気持ちを考えてあげてほしい、外角しかないけどインコースをしばけないのはダメだよね、ねえ、ね、ほんとコステロ動画で打たんよな、まあ、監督試合で打てる方が珍しいんだけど、でもさあれだよ、コステロとコストコって似てるよねってコメント前あったんだからね俺はコレステロールっつってるけど、え入ってないの、監督試合なんかパープル的に入ってそうだったけど、矢野監督出てきたね。なぜインコースへ構えた、外角勝負じゃん今もう振られてフルスイングだからインコースは地雷だよな、完全に。さあクリーンナップよ、ホームラン零本か、よし OK、 これはありがとう、これはありがとうと言える。ここ次中田さんだから勝負だな、はい完璧、今のはいい、 OKOK、 素晴らしいじゃん、外角来てるぞ、うーん采配完璧になってね、構えたコースも完璧だったのに。さあ連続見ていけ、この回もまさか今ノーノーだっけ、厳しいな、東郷さんに勝ちつけてあげなきゃいけないのに、なんかピッチャーに恨みある、えなりに恨みあるのこのバッテリーは、まあ、勝ちつかないからな、バッテリーでもその恨みをぶつけに出ても不思議ではない低め勝負要素なし あの攻めのコース、まあいいと思うわ、すげえ追ったね。さああとどれぐらいで点が取れるか、うん、ヒット何倍って言おうと思ったけど倍じゃねえんだよな、こっち0本だから、0にいくらかけても0です。 OK、 マジで采配もコースも完璧だったのに、厳しいな。東郷さん投球 A だよね、能力 A って A でこんな打たれるんだ、よかったよかった、絶対今インコース構えた時点で俺は刺したけどな、あボール球で本当にファーボールなんの少ないんだけどな、このゲーム、ありがとう、よしん大丈夫、誰キャッチャー取りに行くの怖いって、キャッチャーにあんまフライ取らせてほしくないんだよね、キャッチャーフライ難しいんだから。さあキャプ頼んだ、ヒット打とうか、同じ投手力でなんでこんなに差が出んのマジで厳しいな、飛ばなすぎじゃない、そのスイングでそうなるか、パープルってスイングと打球合ってないよな、監督時代特に。いや頼んだ、次の一発勝負は次の回で使う、さあコース的には悪くないぞ、素晴らしい、ないわち、ツーアウトで使うのもどうかと思うんだよな、一発勝負
コース的に悪くなかった。あそこまで外れると飛ぶんだけど引っ掛けちゃったね。次の回ブアマンで使うしかないな。クライマックスシリーズ俺に過勝利を見せてくれたじゃないか、阪神巨人で。なぜゲームで打てないのか、現実でできたことなぜゲームでできないんだ。普通逆だろあーまああとヒット打たれてる。被安打すげえぞ今日、マジで飛ばされまくってんな。さあシング、よし、んん、あこれまずい、あこれまずいわ。おお若い、さすが守備うまいもんな。若い、若いに守備がなかったら相当きつかったけど。さあ両者ともにね、よくわからん試合展開続いてますね。一発勝負、外角、また外角構えられたら悲しいけど、ブアマ。さあ内角勝負、なんで外角なんだよ、だからよはい、ラッキー。これ多分ね、あの板山さんが同情してくれたんだよ、ブアマンかわいそうと思ってね。ありがとう、ポロってくれて。しかしね、タイトルに関係ないんだな、これ。さあ、岩佐さん見てよ。もう全部、ファースト以外のポジション全部守れるようにしたからね。じゃあ、岩佐さん、ダイソーでいこう。しかし、総力は D です。また外角投げられてるわ。風的に落ちない。落ちた、オッケー、ナイス。いいね、これもう、これもうバントしかなくね。でも、こういう時って打ち上げるんだよ。もうチャンスエフで、併殺持ちはもうバントしかないわ。うまい、うまい、おお、うまい、うまいわ、惜しい、もうちょっと、多分これ、プッシュバントだったらセーフだった、はい、スクイーズ、もう決まってるわ、頼むぞ、あげんな、OK、よっしゃ、先生、さあ、ピッチャー、村木ですね、頼んだ、村木ならやってくれる、大丈夫、板山さん、あ、レフトなの、ファーストじゃないんだ、あ、じゃあ、さっきのファースト、誰だ、ポロッとファースト、誰だ。さあ一発勝負対決ですね、ここ絶対レベル負けてんだよな、ここでも敬遠じゃ消費できないのが痛い。でも相手 ホームラン打ってない人だから、ここでホームラン出ないと信じたいね。さあ矢野さんと松井さん、どっちがね名将の器かという、まあ、レベル負けてますけど、素晴らしい、久しぶりの勝利ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。現実の巨人は僕の第一戦見ただけなんですけどね、みたいに勝ちましたね、よかったよかった。戸郷さんに勝ちがついたのでよかった。もう魂の投球だったね、もうもぎ取ったね、スクイズで。もう監督試合の勝ち方だったわ。ではチャンネル登録高評価してない方がいたら、ぜひともクリックよろしくお願いいたします。そしてツイッターのリンク概要欄にありましてのツイッターのフォローよろしくお願いいたします。おつです、じゃあね、バイバイ。